ゆっくりと促されて今15番ゲートにゲートインです14頭の枠入りが終わりましたスタートしましたさあ先行争いですまずはシュート先行争い芝の上 間からすっとモズ・ブーナーが出ていきました足元がダーテイと変わってシャドー・レディさらにそのうちからはジュストコル最内1番のミッキー・レジェンド3番タロントゥーズ固まってその後方からは4番の神前ゼン・イズモがつけておりますさらにその1馬身後方から詰めていったゼッケン5番をつけましたヴ番がいっていますあとは下がりましたキモン・リッキーファースト・リッキーその外にいるのが11番のカッティング・ジェムという体勢ですさらにその後は2馬身とバグン開いて7番のロード・ミッドナイトが追走さらに後方からは12番のカラレーションがいっていますそして二馬身後方ですが六番の ロードジャスティスが追走していますさらにその後方ですが14番の名将キッドという体勢さあ各馬が34コーナーの中間地点へとかかります先頭はモズブーナーです逃げてリードは現在1馬半2番手や9番のジュストコルがつけていますそして3番手15番のシャドーレディが追走その後方から内1番のミッキーレジェンドさらに外からはタロントゥーズが追走してさあ各馬これから第4コーナーカーブまもなく直線構成へと向かってまいりますここで堂々9番のジュストコルが一気に先頭に立っていきましたさあジュストコルが抜け出したジュストコルが抜けした 出した1馬身、2馬身リードを取っていくモズブーナー現在2番手食い下がっているさあ、ビバン番、2番、新善ぎずも、2番、新善ぎずも、さあ、合わせ馬のように伸びてくる、先頭は粘り込みを図ります、9番のジュストコル先頭だ、ジュストコル先頭だ、そして、ビバンが2番手から前を追っている、ビバンが2番手から前を追っている、先頭は9番のジュストコル、ジュストコル、ジュストコル、藤切って五輪十ジュストコル、振り切りました、最後よく詰めましたが、5番のビバンわずかに及びませんでした。